真の美味しい貝をゲットしてきたよ。なななななんじゃー、この長い貝は。これは一般的に白ミル貝って呼ばれるよ。このベローンと飛び出しているのが水管、口みたいなもんだね。なんか気持ち悪いのぜー。なんで水管を貝の中にしまってないのかしら。大きすぎて入らないのか。両輪に使ったんだけど、片方が元気ないからおまけしてもらったよ。でもどっちも動かないし、どっちも元気ないのぜー。それじゃあ早速作っていくぞい。白ミル貝、こんなでかい貝、どうやってさばくんだ。さばき方は難しくないよ。まずは貝柱が4箇所あるから、バターナイフなどで外す。ちょいちょ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 、なんか出た。元気な方ってこっちの小さい方だったの。服姿がヤバすぎるのぜ。これは海水を吹いてるから潮吹き。てかどんだけ溜め込んでたのよ。すごい潮吹くじゃーん。なんかびっくりしたけど、上下4箇所の貝柱は取れたよ。ずれてわかりづらいけど、こんな感じで貝柱はあるよ。さてこっちの大きいミル貝もさばいていく。こっちの方は元気ないわね。こっちは水管からは何も出ないみたい。なんかお尻の方からなんか出たのぜ。あーほんとだ、お尻から濁った水が出てくる。なんかびしゃびしゃなんですけど。やだー、ここ実は電話室でさばいてるから、あんまり濡らさないでくれ。しまった、粗相をしてしまったぞ。いけない子だ。君を始末させてもらおう。なんでキラヨシカゲになってんのよ。肝は縦半分に切る。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザってありますよね。あの絵画集で見た時ですよ。キャラップ。肝の下のビラビラ粉は切り落とす。肝に黒いのが入っているから、これも取り除いておく。おおよそ取れたら熱湯で湯がく。水管がヌメヌメしてたら塩を揉んでおく。ファイヤー。お湯を沸かすから強火でガンガン燃やす。青い炎に比べると赤い炎は温度が低いのよね。1400度、青い炎は1700から1900度になるよ。水管の表面が白くなるまで5秒ほど茹でてね。映像が撮れてなかったのぜー。肝も茹でて冷水に取る。水管が白くふにゃふにゃになってるわね。メインイベントをその2個の皮を剥くよ。ひえー。この皮を剥く作業が非常に面白いんだよ。まず先っぽを掴んで引っ張るー。ビヨーン。うわいや、皮長いな。根元が引っかかるから根元を向いてしごきつつ、さらに引っ張る。もぞもぞ外していいの。皮を向いたらツルツルの水管になったわね。丹生くんも向いてみよう。みよーん。これは1個300円くらいでお買い求めいただけます。自分ではさばきたくないのぜ。つやんつやん、これは太いね。寿司に使えそう。剥いた皮は食べないのでポイしましょう。水管は縦半分に切る。あー、泥を吐かれたのぜ。水管の中が泥まみれね。水でよーく洗っておきましょう。後で流水でちゃんと洗うのぜ。さて、水管と肝が乗っていた部分は形が違うから切っておく。刺身用に斜めに薄切りするね。お寿司用はもっと大きく切っておくよ。水管はちゃんと半分に切っておいた方がいいね。およよ、はがまだな。この中にはご飯が入っているよ。酢飯を作って握ったら完成。酢飯を作る様子はショートでそのうち出すのぜ。それでは白ミル貝の刺身と握りの完成。貝の肝って気持ち悪いから食べたことないんだよね。あら、サザエの肝は苦くて美味しいわよ。苦いの苦手。甘い。すごい濃いミルク味だよ。感動。甘いのは意外ね。貝だけに。貝だけにいい。お寿司はどうかな。コリコリのホタテみたい。これも甘くて美味しい。見た目はヤバいけど、勇気のある方はお試しください。うまうまうま。それじゃあ次回は何を作るの。日の嵐の消灯3連休に出したいな。月曜日はハリーポッターの映画がテレビで放送されるから、ハリポタ飯を作るよ。グッドボタンで応援よろしくなのぜ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。